はい、先々の元新潟市のインシュートがでーす。今回はチューハイです。前回、前々回か。もう飲みましたけど、こちら、またサクランボですね。春の日本、桃とサクランボチューハイということで、国産果汁を使ってる、チューハイ果実の瞬間シリーズですね。果実の瞬間シリーズ。アルコール度数が 4% とちょっと低め。で、果汁が 0.9%。春限定。果実の瞬間シリーズ久々だな。原材料がアルコールと桃果汁とサクランボと果汁、アルコールと桃果汁とサクランボ果汁と糖類と酸味料と香料。このアルコールっていうのが謎だね。原材料アルコールって書いてある。何のアルコールを使ってるんだ、一体。まあいいか。ちょっと謎めいてみます。なんか画質ちょっと、なんか悪い気がする。やっぱちょっとあれなのか。まあいいか。言い忘れましたけど、前回からちょっと画質が、落ちたかもわかりません。ちょっと設定を変えております。ちょっとね、最近ウェブカメラの、あれの、ちょっとおかしいんで。完璧。やっぱり全然前々回と同じくなんか梅ガムの味がするな。ちょっと弱いけど。桜棒って確かに梅ガムのあれに近いかもな。桃果汁、まあ桃果汁も、これはあれだわ。ちょっとは梅ガム感が少なくなったかな。ちょっと梅ガム感が、少なくなっておりますが、やっぱり、あれ、梅ガム感が、ちょ、梅ガム感が割と強めになっております。でも、前々回の、サクランボの、チューハイに比べると、まだ弱いっすね。ああ、でもやっぱり梅ガム。梅ガムです。最近からちょっとね、割とタバコにはまっておりまして。タバコにはまっておりまして。酒を飲むとつい、タバコがね、タバコが酒の、俺、割とつまみ食べない人間なんで。ちょっと拝借して。ちょっとタバコ、一本いただきます。多分今回から、前回からあたりからもう、タバコの、ね、中半、なんか酒飲んでる時にね、こういったね、タバコをね、いただくことがありますけど、タバコが嫌いな方はね、申し訳ない。まあ、ただ僕はね、外では吸わないし、あと、まあ自分の部屋で部屋っていうかワンルームなんで。
まあ他人には迷惑かけておりません。あとポイ捨てもしませんし、まあ外でたまーに吸うこともあるんですけど、まあ喫煙所で基本的に吸いますし、まあ歩きタバコは当然しませんのでね。まあああいうね人間がいるからこそ、ちゃんとマナーを守ってね、吸っている人間のね、肩身を狭くしてるんで、本当にやめていただきたい。大体ジジイなんだよ！大体。大体歩きタバコしてるやつ、ジジイ。9割ジジイっすね。俺がチャリでさ、チャリチャリーンってさ、いろいろ買い物行ったりするとさ、大体ジジイなんだわ。大体ジジイなんだわ。60代、70代ぐらいのジジイ。で、若者はね、基本的にね、コンビニのほら、喫煙コーナー的な外の、配置してある、ちゃんと喫煙コーナーで、ちゃんと喫煙してます。ね、歩きタバコしてるやつ、まあ、いないっす。これ、本当です。マジで、クソじじい、老害、マジで死ねえよ、マジで。お前らは、まず死ねえ！まず死ね。うん。まず死んどけ。本当に。本当に迷惑してんだから、お前。こっちが迷惑してんだよ、お前。おめえらのさ、歩きタバコなのさ、ポイ捨てなのしてるクソジジイのもさ、まあ、バーバーはいねえな。バーバーで喫煙で、お前歩いて喫煙してるやつ、いるかな。大体そもそも喫煙者にババアっていうか女性の方は、まあ若い人はいるんですけどね。年寄りで女性の方ってほぼ見ないっすね。大体ジジイ。うん。歩きながらスパスパ吸ってるやつ。うん。本当にやめていただきたい。ああ。ね。ちゃんとね、携帯、外で吸うときはさ、まあ、そもそも、都内だと、歩きタバコは、禁止なんで、まあ、歩かないで、そこら辺に止まって、吸ってる人はいるんですよ。しゃがんで、ヤンキー座りみたいなのして吸ってる人いるんですけど、まあ、ああいう人はどうなんかわかりませんけど、まあ、大体ジジイっすね。まあ、大体男っす。まあ、ああいう人もね、ちゃんとね、携帯灰皿持って、吸えよ、お前ら、マジで。マジで。携帯灰皿持って吸えよ。ちなみに、俺のアパートのね、マジでクソがいるんですけど、これ前々からいるんですけど、1年ぐらい前からかな。5、6人でね、たむろしてて、で、俺のアパート、まあ、これちょっと言うとあれになるか。特定されっからな。俺のアパートの敷地内で吸って、ポイ捨てしてるやつがいるんですよ。だいたい30代。35以上か30から40ぐらいの。まあ、俺も30歳ですけど。男が吸って、そのアパートの敷地内にポイ捨てしてるやついるんですけど、それをね、がいるんでね、本当にね、ふざけんなって感じ。それで俺を何度も見かけたら通報してるんですけど、110番通報。だいたい夜の5時ぐらいに出没するんですけど、だいたい出没するんですよ。何回通報したかな？ 5 回、6回通報してるんだけどね。結局さ、
そこら辺、タムロしてるやつがいいんだよな。で、結局、なんか缶コーヒーとか吸って、缶も捨てる、ポイ捨てするし、で、それで迷惑してるんだって。俺何度も通報してんだけどね。なかなか、あれですね。警察がゴミなのか。まあ、あいつらもゴミなんだけど。やってる本人らもゴミなんだけどさ。まあ、警察もゴミなんだな。で、次の日、まあ、だいたい10時ぐらい、朝10時ぐらいに俺が、さーて、どっか出かけるかって出かけるときに、そこを見ると、だいたい、あ、やべ、やばい、やばい、オーマイゴッド、オーマイゴッド、オーマイゴッド。おう、私の神よ。ちょっとね、味噌汁を作ってたんで、ちょっと吹きこぼれました。ああ。これひどい。ね、こういうね、ことが起きますけど。今日はですね、まあ関係ない話になりますけど、ホタテ貝がですね、10個ぐらいで、ホタテ貝、だいたいこんぐらいのさ、ホタテ貝、こんぐらいかな？ここにあるんだけど。これホタテ貝。これすごいだろ、ほら。パカ！ね、これホタテ貝、ほら。ここになんかついてますけど、なんかウジ虫みたいなやつついてますけど、これ何なんでしょう？俺もわかりません。なんかね、これが売ってたんですよ。これが10個ぐらいで、150円ぐらいで売ってたんで、は、安っと思って買いました。てか、それが、買ったんだけどさ、それを味噌汁にしようかなと思って、中身を取り出して今茹でてたんですけど、ちょっとね、蓋閉めっぱなしだったんで、吹きこぼれました。まあ、とりあえずね、クソみてえなやつがいるから、だから俺、缶とか、コーヒーの缶、タバコの吸い殻、見つけたら、これは言うとあれか。これは言うとあれなんだけど。俺の場所特定するやついるからな。とにかくやめてもいただきたい。てかもう犯罪行為だからね。都内だと完全に犯罪行為ですから。ポイ捨て犯罪、軽犯罪法違反。ね。歩きタバコも軽犯罪法違反ですから。立派な犯罪者です。本当に迷惑極まりない。クソ人間、30歳から40歳のクソおっさん。おまけにタムロして、5、6人でタムロして、なんか、俺の、アパートのさ、目の前の道路をさ、なんかいろいろ、まあ、塞ぐっていう言い方もあれだけど、そこら辺にバラーっとしてて、バラーっといるんですよ。ボケかすどもめ。死ね。だからお前、足立区はなんかさ、あれなんだよ。治安が悪いとか言われんのよ。
あいつらいなかったら別に普通だからね。足立区。なんか足立区、俺足立区に住んでるんですけど、ぶっちゃけ普通だからね。うん。チャリの鍵かけてなくても別に盗まれないし、昔俺大阪に住んでたんですけど、チャリ2回パクられましたね。4年間で2回パクられましたね。うん。4年間で2回パクられたんで、チャリ。で、しかも、一番イラついたのが、チャリで、酒屋に行って、ジンをね、俺が大好きな、ジン。ね、リキュールですけど、ジンを一瓶買ったんですよ。で、そこに、カゴに置いといたんですよ。んでね、区役所に、東京のね、区役所だったか、市役所か、に行って、まあ、いろいろ手続きして、で、さーて、帰るか、って時にね、あ、チャリがねえ!もう、それごとパクられたからね。ジンごとパクられた。チャリは割とボロボロだったんで、よかったんですけど、ジンパクるの?そのカゴごとパクってさ、まあ当然あれだ、チャリパクったんだからお前、カゴごと持ってかれたわな。もうジーン!今日俺酒飲もうと思ったのにそのジン、パクんかーいみたいな。マジで、ふざけんなって。で、その後ね、いろいろね、防犯カメラのね、映像とかね、あれしてね。で、その犯人らしき人間もね、警察と一緒にね、確認したんですけど。で、結局盗難届出して、やったけど、まあ、結局帰ってこなかったです。本当に大阪は治安が悪い。大阪に住んでた時は淀川区に住んでたんですけど、本当に治安が悪い。てか大阪全般治安が悪い。足立区ですけど、全然チャリパクられませんよ、本当に。うん。俺ほとんどだってチャリ鍵かけないもん。ほとんど鍵かけねえよ。それでもね、結局ね、パクられませんから、マジで。うん。いかに東京は治安がいいかわかる。で、あと、たむろしてる人間もいねえしな。コンビニとかでよく、俺深夜よく行くんだけど、パクられることないっすからね。まあ、パクられてね、たむろしてる人いねえからね。こうやって、ヤンキー座りしてさ、たむろしてる人間、誰もいねえよ。いたとしてもだ。いや、いたとしてもっていうか、いねえんだけど、いわゆる、コンビニで、あれね、灰皿があるときね。コンビニの、さ、外に、駐車場とかの、駐輪場とかにある、灰皿のところに、まあ、いる人はいますけど。これちゃんと普通にタバコ吸って、そこで捨てて帰りますからね。ふざけんなって話。本当にやめていただきたい。話変わりますけど、貝類っていうのはね、ホタテ今、茹でて、結構吹きこぼれたんですけど、
結構出汁が出るんで、ホタテ味噌で、まあ味噌汁にして食べます。結構吹きこぼれたな。出汁が、せっかくの出汁がもったいねえ、畜生、やらかした。やらかしたな。やらかしたねー。まあ本当に貝系はね、でもね、生で食うと当たるんで。まあ僕は当たったことないですけど。まあ貝系は本当に牡蠣とかは当たりますから。うん。まあ、あれですね。大体、養殖のやつは当たんないんですけど。まあ、養殖のやつは当たんないっていうか、まあ、大体書いてあるじゃん。生食用と加熱用ってあるじゃないですか。これ、豆知識なんですけど。まあ、豆知識でもねえのかわかんないけど、割と一般常識かもわかりません。まあ、多分一般常識だと思いますけど。まあ、加熱用と生食用ってあれ何が違うかっていうと、生食用っていうのは生で食べることを前提に作られているんです。つまり養殖です。養殖っていうのは、当たりにくい。まあ、養殖で作られてるんで、ちゃんと管理されたところでこう作られてる。でも生食用じゃなくて加熱用は、あれは天然物なん、大体天然物なんですよ。天然ガキ。なんで高いです。加熱用っていうのは高いです。ただし生で食うと当たります。ただ、ガチのデンジャラス人間は、牡蠣とかすげえ俺好きなんですけど、生で食うとすげえうめえのよ。うん。だから、加熱用は、天然なんで、生で食うとうまいんです。身がね、肥えてるんですよ。ただ、生食用は身が痩せてるんですね。まあ、生で食ってもあんまりうまくない。まあ、うん、そういうことですね。なので、本当に牡蠣が好きな人は、加熱用を生で食う。うん。俺も一回はしてみたいですね。人生で一回はさ、加熱用をさ、生で食いたい。ただ一個ぐらいだと、一個二個だと当たんないですよ。うん。だから、いっぱい食うと当たるんですけど、加熱用は、ね、生で食うとね。生食用は生で食っても、まあ、そんなにいっぱい食わなきゃ当たんないんだけど。まあだから、うん。本当にデンジャラス人間は、加熱用を生で食う。うん。牡蠣は美味しいよね。まあ、冬があれですからね。冬が、旬ですから、牡蠣は。寒い時が旬なんで。もう今は3月なんで、もう旬は終わったかな。うん。まあでも、まあ生食用でも生で食うとうまいっすよ、やっぱ。醤油つけてパクって食うと、うわーって。うめえ、このミルク感。海のミルクと呼ばれるだけはある。ミルキー感ね。うん。まあまあまあ。まあ牡蠣は確かに嫌いな人もまあいるんですけど。
まあ好きな人はね、やっぱりね、そういう冒険に出る人もいるということで。まあこれは桃と桜んぼ。うまく、ね。で、甘みも強めで、まあ飲みやすくて、これはまあ美味しいでしょう。ね、長々とやりましたけど、2、4、3、4です。ご視聴ありがとうございました。